痩せたいし、お腹も気になる。食べても太らない体が作りたい。でも結局何したらいいの？できるだけいろんなことしたくない。そういった方におすすめな動画内容です。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、いろんなエクササイズがある中で、とりあえずこれだけやっといたらいいよっていうおすすめのエクササイズを一緒に10回ほどやっていきましょう。それにプラスアルファもう1種目合わせてやれば、痩せる効果抜群のエクササイズが完成しますので、それも合わせて合計たったの20回です。一緒にやってもらえたらと思います。今回紹介するエクササイズは、ライオンプッシュアップバックというエクササイズになります。これのいいところが、上半身をまんべんなく鍛えられる、体幹が身につく、プランクと同じようにお腹全体を効かすことができる、そういったメリットがあります。これを一緒に紹介していきますので、これをまず10回やった後にプラスアルファ1種目組み合わせてやっていきます。では紹介します。はい、このライオンプッシュアップバック、男性は膝をつけずに、女性は膝をついて行っていってください。まずやり方としては、手は肩幅につきます。通常のプッシュアップの状態を作ります。こっからお尻を上げて、頭から肘を曲げながら突っ込んでいって上体を起こす。ここからバックします。肘を曲げながら、同じ姿勢に帰ります。そうすることで、肩、胸上部、上腕三頭筋、胸下部、腹筋といった感じで使うことができます。これはとってもね、一個のエクササイズで使える筋肉大きいのでおすすめです。これをまず一緒に10回やってください。女性は膝をついて、お尻を出して、前から入って反る。お尻を下げながら起き上がる。これはすごく簡単になります。これも二の腕痩せにすごくいいので、女性はこのように膝をついてやってください。男性は膝をつけずに一緒に行きましょう。これをまず10回です。ここからです。行きます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK です。今ので上半身がしっかり鍛えられます。ですが、やはり足もしっかり鍛えた方が代謝というのは上がりますから、これにバーピーを組み合わせることで1種目で全身を使って痩せる体を作ることができます。1回やってみます。はい、ここからいきます。これで1回です。これを10回一緒にやりましょう。女性は膝をついていきます。男性は膝つけずにいきます。息がしっかり上がった方がいいので、動きは大きくいきましょう。それでは、10回やっていきます。いきます。
くん。お疲れ様でした。このライオンプッシュアップバック、これにバーピーを組み合わせることで心拍数がねかなり上がってきます。初めの10回じゃあんまりね息が上がらなかったと思うんですけども、やはりバーピー入れるだけでね全然全身運動のね効率が上がります。これを毎日10回とかを1日で分けて5回やって、1日50回、それぐらい毎日やっていくと必ず1ヶ月後ぐらいに体に変化を感じてくると思います。ぜひこのねライオンプッシュアップバックバーピー、めちゃめちゃ効率的のいいエクササイズですから、結局何のエクササイズしたらいいのとか何が効果あんのとかわからないよって方はもうこれだけやっといてください。全然これだけで OK です。ぜひ参考にしてもらえたらと思います。一緒に頑張ってくれた方、よかったらグッドボタン、コメントよろしくお願いいたします。各種 SNS もやっております。最近はインスタ、TikTok などもやってますので、よかったらそちらの方はね説明欄にリンク貼ってますからフォローしてください。そっちの方でもコメントもらえたら嬉しいです。今回もご視聴ありがとうございました。お疲れでした。